すごい勉強になったのが、流歌を作ることも大事って。歌はこの学校の風には書けない、うん、人が聴いて面白いという歌を追求しなさいって。焼き鳥がしもうそうですね、はい。ちなみにさっきそのクンクン C のくだりが出てたんですけど、一応民謡にもクンクン C っていうのはある。あ、ありますね。ありますよね。まあ古典も民謡もあると思うんですけど、どうなんですか、そのクンクン C 通りに歌うとか、うん、クンクン C で表せないところとか、うん、その辺なんか考えとかエピソードあったら教えてほしいです。あの師匠の登里香成人先生から、うん、まあ、稽古中にも何冊か本も出されてるんですよね、うん、まあ、ちゃんと声楽付きも出されてる先生なんですけど、でもやっぱり歌はこの楽譜には書けないって言って、うん、先生もその基本として作って書いてるんですけど、うん、その通りに歌わないんですよ、うん、感情が出たらそこでちょっとまた変わったりとか、うん、節回しが変わったり、そういうものだから、うん、人が聴いて面白いっていう歌を追求しなさいって言ってましたね、うんうんうん、やっぱり古典音楽もだいたい声楽譜とか楽譜っていうのは決まってはいるんですけど、テンポの伸び縮みとか、あ、まあ師匠によっても違くて、そうなんですね、うん、拍で表せない曲とかあるので、はい、そこはこの持ったりとか、あとはその音の濃淡って自分の師匠は言うんですけど、濃淡、音にも同じ音程でも明るい音、暗い音、抑えた音があるっていうことで、まあ、実際野村流だったらアギジン、サギジンって言うんですけれども、まあ、そういうところも大事にして、うん、あとはその今残っていない技法っていうのもたくさんあったらしいんですよ、昔、そこは師匠から取っていくっていう形で、うん、クンクン詩はあくまでも、まあ、備忘録、後で見返すようなもんで、うん、やっぱ一番は師匠の歌を取りなさいっていうところを私は言われてますね。安原、ね、うん、先生の、まあ、インタビュー行った時にその話をされてたのと、今の登里香先生の話がこう結構重なったっていうか、うん、なんかまあクンクン詩はあるけれども、うん、それで稽古もできるけれども、やっぱりその師匠の技だったり、うん、歌だったりっていうのを取ること、うん、なんか本当に、まあ、古典だろうと民謡だろうと人が伝えていくものだから、それが技だし、うん、伝統だし、うん、師匠のこういう節回しとか、うん、こういう歌い方とか、うん、そういうのをみんながどんどんつないでってね、うん、いけるのがだから、まあなんか最高です。感想ぐらい。あのすごい勉強になったのが、うんうん、まあ、実践で、まあ、師匠の講演とかライブとか、うんうん、でいついつの日には講演の時にはこれをやるよって、この事前に練習しておきなさいよってやるじゃないですか。したらいざそのお月で指した時にもう予定通りの曲と全然違うんですよ。でお客さんの雰囲気を見て、あ、これじゃないなって先生は悟って、うん、また別の曲を弾いて、でそれがまた受けてとか、でまあ、ナー君にでもその状況を見てちょっと即興で作ったりとかっていうのは、やっぱりそのエンターテイナー、人をやっぱ喜ばす、対象を喜ばす、うん、それがやっぱ技なんだなって聞きましたね。じゃあそのためにはいろいろ稽古を積んどかないといけないと、やっぱり準備がいけなくて。あと先生、その流歌を作ることも大事って、覚えることも大事だけど、流歌を作ることも勉強しなさい。先生いつも今日はこの流歌作ったよって言って見せて、じゃあこれで今日はナークに乗せて歌ってみようねとか、カジャデ風に乗せて歌ってみようねとか、あったじゃあこれで仮につけてはいやろうねとかっていう、やっぱり歌詞が変わったらまたちょっとトゥーノもあるっていうか、あの、あと2つじゃないですか。そうならないようにもやっぱり歌詞を変えても歌えるように、臨機応変できるようにっていうのも教えてくださいましたね。古典音楽でも同じ曲でもいろんな歌詞がついてるので、ね、うん、やっぱ場面によっては歌詞を変えてサッと歌わないといけないところがあるので、そこは共通してるかもしれないです。春や学校や面影が残ってるような早弾きとかですね。古典にはない技法ですね。